はい、どうもどうも、日暮らしたまつです。今回はこちらのミニミニモンハナジャコに、フォーカスを当ててね、撮影していこうと思うんですけど、てかもう撮影したのかな。こちらのね、モンハナジャコ、モンハナシャコが自分の巣を、作っていたんですよ。で、それを撮影できたので、そちらをね、皆さんにご覧いただきたいと思います。かなりね、自分はとても面白いなって思ったんで、ちょっとね、それを含めて、音声後入れになると思うんですけど、撮影していけたらと思っています。はい、ではスタート。ここから音声後入れになります。まあ、ひょこっとね、モンハナシャコが出てきてくれて、で、まあ、動画でもあった通り、導入直後からもうライブロックの下に敷き詰めてある砂をね、かき出していました。で、今出たここの、枝状になっていて隙間が出ている部分、ここをなんか埋めたいっぽいんですよね。どうもちょっとアップしてると、ほら、可愛くないですか。こう見るとやっぱこの鍵爪みたいな、あの足の部分、そこで、砂を持ってしっかりと、まあ、こう考えて砂を出すっていうことをね、よく繰り返していました。まあ、この時は自分は水槽の目の前に立っていたんですけど、それでもね、特に、ビビることもなく、普通に作業をしていましたね。まあ、ワイルドなんで、そういうところはかなりシビアなのかなって思っていたんですけど、まあ、それの心配もなく普通にやってくれてました。まあ、甲殻類っていうのがそういったストレスがあるのかっていうのはわからないんですけど、とてもね、まあ、面白いものを見せてくれたなと思っています。回収してますね。なんかね、こう砂を持ってから、移すとき、まあ、他のとこに置くときにすごいね、考えるんですよ。結構思考が停止するみたいな形で、車庫が止まってるときがあるんですけど、それのときはね、ずっと考えてどこにこう砂を盛るべきかとか考えてるのかなって思いました。はい、ここから4倍速です。結構ね、4倍速にするとなんか すごい仕事できる人みたいな感じになってるんです。ちょっと面白いんですよね。で、やっぱりここの枝のところをじーっと観察していて、で、観察した後にその上の部分、多分隙間ができてる部分に、砂を乗せるっていうことをしてて、まあ本当にこう目で見たものをそのまま、まあ、人間がこう、あ、隙間があるなっていうふうに認識していると思うんですけど、それもね、同じようにシャコも、認識するのかなって思いました。まあちょっと遅れたんですけど、ここから2倍速になります。ここからはその枝状の隙間ができている部分、こちらの方をもうとにかく埋めていっている状態になってますね。で、この辺からね、自分はもうあまり邪魔しちゃ悪いかなと思って、他の部屋に行っています。なので、定点カメラでね、撮影している状態になっています。これすごくないですか。最初と比べてどんどん隙間が埋まっていってるんですよ。このような形で、多分なんかじーっとライブロックの方とかを見てる時っていうのは、どんなレイアウトにしようかというか、そういったことを考えながら、進めていっているのかなってすごく思いましたね。モンハナシャコっていうのは、まあ、シャコの仲間、よくシャコパンチなんて言われてると思うんですけど、意外とね、日本にも、まあ、このモンハナシャコも日本にいたものなんですけど、まあ、他の種類だと
投げ釣りとかしてるとよく車庫っていうのが引っかかるんですけど、そういった一般的に売られてるような食べ物として売られてるような車庫も、巣穴を掘って、でその中で生活するっていうのをやったりするんですよね。いや、こういったなんか自分で、住処を作って生活する、まあ、本当にいろんな生き物がいますよね。鳥だったりもそうだし、てかあとジョーフィッシュとかかな、まあ、ちょっとなんか全然フィールドが違う感じなんですけど、まあ、そういったね動物って面白いなっていう風に思いましたね、うん。まあ、巣を作る代表としてはアリだったりハチだったりだと思うんですけど、まあ、そういったものはねやっぱり飼育がかなり困難っていうのがあるので、うん、まあ、車庫でね簡単にこういったものを見れるっていうのはとてもいい、ことだったのかなと、思っています。でここから、まあ、急にねなんか思い立ったように、裏に行っちゃいますね。あ、まだか。でここから裏に行っちゃうんですよ。一気に4倍速になるんですけど、うん、ほら裏になんとなく目がチラチラ見えたりすると思うんですけど、まあこんな感じでね一応レイアウトっていうか、建築は終わったのかな。で、撮影したねやつを16倍速でお届けします。すごくないですかこれ。もうなんか超仕事できるみたいな。4倍速のさらに4倍ですからね、うん。なんか見ててすごい面白いなって思ったんですよね。自分がハマっちゃって、でわざわざねこう動画にするつもりもなかったんですけど、この面白さを皆さんに伝えたいなって思ったんで、動画にしちゃいましたね、うん。で一つ思ったことは、音声後入れってめちゃめちゃ難しいです。はい、こんな感じでね、まあ、1週間が経過したんですけど、車庫のね車庫ハウスが完成したようです、うん。自然界の車庫ってねここまでこう自分でやるんだなっていう風に思ってね、とてもびっくりしました。本当にまああの前半のね動画でもお見せしたと思うんですけど、自分で石っていうか、まあ、サンゴ綱ですね、サンゴ綱を運んで、まあ、こういったところに盛り付けていく、うん。で、まあ、最初に、表示してたっていうか、出してた動画ではこういうところね穴が開いてたと思うんですよ。こういうところ穴、うん、なんかこれ枝状のねライブロックが置いてあるだけだったので、まあそれのね隙間みたいなものが空いていたんですけど、それを埋めるように、サンゴ綱をね、敷き詰めていくっていう動作をしてました、うん。かなりねそこまでやるんだなっていうのがね驚きでしたね。で、まあ、間取りとしては、ここから 1,2,3 で、まあ、たまにここら辺からもね顔出してたりするんですけど、あと後ろに 4と、まあ、ここに5、5つ窓があって、どこからでも顔が出せるようになっていますね、うん。結構ねさっきからこの中を、あ、出てきた。かわいいなぁ。なんかねめっちゃかわいいんですよ。本当にいろんなところから顔をひょこひょこ出して、自分がこの部屋に来ると、まあ、顔を出してこちらをねじっと見つめてる、目がいいんでこちらをじっと見つめるっていう、素振りをしていますね。よく、お、次は違うところから出てきましたね。なんかモグラ叩きみたいですよね、うん。まあこれ本当にアリの巣みたいにゴミ箱とかそういったものを自分で決めてなんかやるのかどうかは全然わからないんですけど、まあ自然界でもねこんな風に穴を開けてでいろんなところからね顔を出すっていう、まあ、状態っ
ていうのはよく見られるんですかね。ちょっと、まあ、本当に自然界で見たのは荒川くんしかいないんで、何とも言えないんですけど、まあ、とても面白いなって思いました。はい、今回は、こちらのね、こっちワイルドの、モンハナジャコの、巣穴作りの観察をしました。まあ、本当にかなりね面白い、まあ、タコも同じような感じで巣穴を作っていたんですけど、そのタコが作る巣穴よりも、さらにね綺麗な、巣穴を作っていて、とてもびっくりしましたね。まあ、甲殻類っていうのは結構こういったね、習性があるんですけど、まあ、こっちはねなんかもうここの土管でいいやっていう感じなんですけど、こちらではやっぱワイルドらしさっていうのをね、ちゃんと見れたんで良かったと思っています。ご視聴のほどありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。